どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回アーティストの好きな曲トップ10ということで、このコーナー行きたいと思います。まだまだおります、アーティストね。今回はグレープバイン、はい、ずっと喋りたかった、とても大好きです。はい、でと言ってもですね、一時的に、最初の方はすごく聴いてて、後半は聴いてなくて、途中からごっそりアルバムをレンタルで借りて曲をいっぱい聴いたっていう感じになってます。だからコアなね、グレープバインのファンからしたら、お前はにわかだと思われても仕方がない感じでございます。はい、ということでまず10位から、6位いきたいと思います。もともとね、グレープバインはその後半の曲を全然知らなかった時に作ったトップ10があって、そこから後半聴いてまたランキングを作り直したっていう感じなんですよ。はい、10位、フォージマスター、読み方合ってるか分かりません。ちょっと英語超苦手なんで。9位、白日。8位、会いに行く。7位、スロー。6位、指先。という感じになっております。はい。グレープバインね。やっぱ声のインパクトかな。独特な声。グレープバイン。もうこの声聞いたらグレープバインっていう、もうすぐ分かる声。で、ネチっこい割にはネチネチしてないんだよね。こう絶妙なんですよ、この声の出し方、ボーカルの田中さん。はい、もう僕デビュー曲から聴いてますから、もうデビュー曲買ったぐらいですから、レンタルなかったから。で結局最初はあんま売れなくて、スローでね、ようやくちょっと売れてきてっていうイメージあったけど、そこから別にね、爆発的にヒットすることもなく、淡々という感じで、もっと売れていいのになと思ってるんですけど、まあでも今でもね、長くバンド続けてますから、もともと4人だったけど今多分3人ですよねっていう感じで、やってますが、グレープワイン大好きです。じゃあ5位からいきたいと思います。5位、トゲに毒という曲です。はい、これは最近というか、そのごっそり借りた CD の後半部分ですね、に聴いた曲が、いい曲だなと思って5位です。はい、うん、なんだろうね、グレープバインらしさってなんだろうね。この曲で言うと、僕はサビの入り方がグレープバインらしさなんですよ。でねねねねねねね、このなんかね、最初 A メロとか B メロが、まあ、盛り上がらないっていうか、どっちかといえば淡々、なんだ暗い部屋にいる感じ、サビで光が差してる感じ、こういうイメージがあるんですよね、グレープバイン。うん、これで、グレープバインいいなっていう、そのグレープバインの形だなっていうのがあって、このトゲに毒はすごいそれが現れてて好きです。まあそのメロディーラインのこの展開もすごいいいなっていう感じで、すごい好きな曲です。4位はですね、リバーブという曲です。はい、なんか陽か陰かって、もし曲を2つに分けるとしたら、これは陰ですね、確実に。はい、すげえ陰要素出てる負のオーラ出まくってるような曲かなっていう感じで、まああとかっこいいですかね。うん、すごくかっこいい曲だなって思います。で、まあサビ繰り返すんですけど、迷わせて迷わせて、うん、その繰り返しがすごくいいなと思う。基本的に僕繰り返し嫌いなんですけど、同じ言葉を繰り返す時に、繰り返す意味はあるのかって考えちゃうんですよ。うん、これは意味がありますね。うん、繰り返してこそかっこいいっていう、そこがすごく、僕の中では評価高い曲です。3位、僕らなら。はい、これいい曲ですね。うん、この曲好きですよ。はい、知らない方ぜひチェック。まあサビの入りかな、なんやかんや言ってサビの入りがすごい好きです。決して、でで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 で、でもうね、かっこいいんだよ、その歌い回しがかっこいいかな。だし、そこからすごく高くなるし、うん、その声の伸びっていうか、若干粘り臭さもある伸びも、グレープバインならではの形だし、うん、全体的にこの曲は、いいですね。正統派ポップスな曲なんだけど、こう、ところどころに、こう、かっこよさ、ちょ、隠れたかっこよさをこう忍ばせてるっていうところがかっこいいね。3位、僕らならです。2位はですね、君を待つ間という曲です。はい、これデビュー曲なんですよ、買ったシングルで、これカバーもしてます僕。はい、やらせてもらいました、
誰にって感じですけど、まあ、それぐらい好きですね。だからカウントダウン TV のエンディングテーマで使われてて、もうそれ聞いて、ああもうこれめっちゃ欲しいっていう感じになって手に入れた曲ですけど、うん、もうね最初から最後までいいですね。なんとなくこう短編小説を見てるような、なんかそんな物語を感じる曲なんですけど、それでいて、なんだろうな、キャッチャーな、タイトル、君を待つ間っていうか、誰でもこう想像つくような、絵が浮かぶ、背景があって、うん、なんかね、そこでこうチョイスする歌詞の一部分一部分が、僕的にはこう新しい、まあ、それこそこのグレイプバインが描く世界っていうのが僕的には新鮮だったし、それがすごい好きな曲ですね。はい、君を待つ間2位です。はい、1位はですね、光についてという曲です。はい、これはですね、もう僕の中ではこう数ある曲の中でもかなり上位に来るぐらい名曲ですね。光についてめちゃくちゃいい曲ですね。はい、スローで売れて、その次だったと思うんですよ、この曲シングルで出したの。もうグレープバインやったなと思ったんですけど、やっぱり僕は世間とずれてる僕がめっちゃいいなと思う曲がやっぱ大抵売れないんですよね。この曲名曲でしょっていう、こう何このカウントダウンのこのランキングみたいな、もっと上だろう、もうトップ3入るだろうみたいなぐらい思ってたんですけど、全然何位だったっけな、これ21位とか、なんか10位とかそんぐらいだった気がするんだよな。みたいなトップ10も入んねえのみたいな感じでびっくりしましたけどね。こんないい曲、そう、だからもっとねこうメディアとかで知れればもっと違ったかな。うん、光についてはほんと素晴らしいですね。もうこの曲、まあ、まず難しい、うん、で高いで、全部高いわけじゃなくて、まあ高いサビの部分で高い、すごく高いところがあるっていうので、それをこう歌いこなすっていう、こう低いところとね合わせてやるっていうのがまあすごいなっていうところと、まあそのメロディーラインに合った歌詞、言葉、うん、だからそこが絶妙だなと思います。何もかも全て受け止められるならならのとことか、うん、受け止められるなら、うん、あえてそういう言い回しにするとかが、多分そのメロディーラインに合わせて作ったのか分かんないけど、僕はすごく絶妙だなと思います。他の部分も含め、うん、それぐらい、素晴らしい完成度の高い曲だと思っております。というわけで、グレープバインの好きな曲トップ10でございました。共感される方は高評価お願いします。いや、この曲もあるぞという方はぜひコメントなどいただければなと思います。というわけで、虹色音声この辺で終わります。僕の好きなグレープバイン、好きな曲トップ10でございました。最後まで聞いてくれてありがとうございました。さよなら。